ウエスコは1918年創業のアメリカ・オレゴン州のワークブーツメーカー。ウエスコ、ウエスコとはウエストコースト州カンパニーの略。ホワイトブーツと並びキング・オブ・ブーツと称されるワークブーツブランドである。155もの工程を経て生産されるハンドクラフトのワークブーツはロガーなど頑丈なブーツを必要とする労働者たちを魅了してきた。 現在でもファッションの足元を支えるアイテムとしてバイカーやアメカジファンに絶大な支持を得ている。ホワイトブーツ同様カスタムオーダーメイドが可能で自分だけの一足を作ることもできる。ジョブマスターやボスが特に有名なモデルである。ソールの土踏まず部分に型崩れ防止、疲労軽減目的で取り付けられるスティールシャンクを 他のブーツメーカーに先駆けて採用したのもウエスコ社である。ウエスコは1918年にジョン・ヘンリー・シューメーカーによって創業された。ロガーブーツをメインとしたハンドメイドブーツメーカーは徐々に名乗りを上げるが、1929年のアメリカ大強行に見舞われ閉鎖。べてを失ったジョン・ヘンリー・シューメーカーは、 オレゴン州のスキャプースという町で、家族7人と共に、ブーツ工房を再開。当時、ブーツ職人を雇う余裕がなかったため、妻と子供6人で協力し合い、ブーツ作りを始めた。この頃、ウエスコは良くて1日発足という生産効率で、ロガーたちの現場に赴き直接ブーツを販売していた。家族の努力により、 事業は徐々に回復の兆しを見せ始めた。後に第二次世界大戦が勃発。ブーツの需要は急増し、ウアスコ社はアメリカ西海岸一帯の造船作業員の足元を支えるエンジニアブーツの生産を手掛ける。戦勝国となったアメリカは後継期に見舞われ、それにジョージウエスコの事業も拡大した。1961年、 ジョン・ヘンリー・シューメーカー没後も、その息子たちが後を引き継ぎ、現在でもスカプースで高品質のハンドメイドブーツを生産している。ありがとうございます。